えと最近人工地震とか物騒な話をよく聞きますが前に YouTube の国会答弁で浜田政務官という人がロシアも中国も当たり前に人工地震できると言ってましたが、えー、311東北の地震は広くさんどっちだと思いますかえっと人工地震が可能であるということと311の東北のような地震が起こせるっていう話は全然違うんですよそのあの。大きな爆弾を爆発させると地面が揺れますよねっていうのは確かにあるので別にあの日本でも頑張れば地震は起こせるんですよ。 ただ、あの、核とかがあるとより起こしやすいんですけど、ただ、東北の大震災のような、あれだけの規模の大きなエネルギーは、残念ながら、あの、今現在の原爆では、あの,あのエネルギーを作り出すことができません。はい。確かね、原爆一番ことが必要なのかななんか、あの、地球上にある全ての原爆を集めても、確か、あの、東北のその、あの、マグニチュード7まではいかないとか、なんかそんな感じだった気がします。要は、その地震って、あの、 その地球の,あのものすごいでかい土を全部動かすわけじゃないですか。なので、ものすごいエネルギー量なんですよ。なので、あのなんか原爆の1個や2個では全然動かないので、多分あの、その原爆1個ぐらいだと、体感震度3か4とかだった気がする、確か。なんか、あの、ラスベガスかなんかで、そのあの原爆の実験を昔したときに、なんか、あの、その、 ラスベガスに行こうか。で、そのラスベガスの人たちが、なんか、地面ちょっと揺れたかなみたいな感じの方が、あの、そこ、震度が来たぐらいな感じで、なので、あの、そのなんか、震度6とか、そういう、あの、なんか、建物が揺れて、なんか、物が落ちてくるみたいな、あの、そこまでの震度は、残念ながら、地球上の爆発物でやるのは、かなり難しいと思います。人工地震ってあるのえっと、人工的に地震を起こすことは可能です。その、例えばあの、僕が、ガうってやったら、机入れるじゃないですか。 でこれもあの一応地震の一つなんですよ要はその何かそのエネルギーを加えることで地面が揺れるというのが地震なのでただ人工地震でその震度6とか7が起こせるかっていうと不可能ですあの現在の,その人類の科学力では。 まあ,そのなんかあと50年後ぐらいとかに突然なんかあの宇宙人とかにものすごい技術をもらってその人工地震を起こせるぐらいの爆発力のあるものは作れるかもしれないんですけどあの現代界ではその震度1とか2だったら頑張ればできるんですけどあの今の原爆でも。ぐらいまでいけんのかなとはいえあのそれ以上のなんか人が「うわ地震大きいね」って言われるレベルは不可能です。